はい、この動画では Google で PDF や Excel ファイルなどの特定のファイルを検索する方法を解説してみたいというふうに思います。で、まあ、インターネットですね、この検索をするときに、まあ、特定のファイルですね、まあ、PDF のファイルとか、まあ、Excel とか、あと Word なんかの、そういった特定のファイルを検索したいと言った場合にですね、まあ、もちろんそのキーワードで、その文字の入力で検索をかけてもですね、こう探していれば、その中に出てくるとは思うんですけども、もう最初からですね、この PDF とか Excel のファイルを探したいんだと言った場合はですね、ちょっと検索のときにですね、工夫してあげることによってですね、その PDF ファイルとか Excel ファイルだけがこう検索に引っかかってくるので、まあ、とても効率がいいのでね、まあ、この動画ではですね、その検索の仕方というのを解説をしてみたいというふうに思います。じゃあそれでは、じゃあ今回はじゃあ履歴書のじゃあ PDF ファイルを探したいよと言ったときに、まずはまあ履歴書と打ちますね。はい、まあ、もちろんこれで検索かけてもね、いろいろ出てくるとは思うんですけども、まあ、PDF のファイルをとにかく探したいと言った場合はですね、ここにスペースを入れてもらって、でここで半角ですね、半角にしてもらって、ファイルタイプですね、ファイルタイプ。まあ、FILETYPE ですね。と打ってもらって、で、スペースを入れて、PDF と打ちます。こちらですね。PDF と。はい、これで Enter で検索をしてみます。はい。そうするとね、まあ、この画面でちょっとわかりますかね。この PDF ファイルっていうのがこう自動的に引っかかってきます。まあ、ちょっと今ね、こういう、無料の動画でね、こういった他の方のところのサイトを開くと、まあ、ちょっと問題がね、なってしまう可能性もあるんで、ちょっとここは開くのはやめておきますけども、まあ、確実にこの PDF ファイルっていうのがこの検索に引っかかってきますよということですね。はい。で、例えばじゃあ Excel のファイルだったら、XLSS。ね、まあ、これが Excel の拡張子になりますんで、履歴書ファイルタイプ XLS で検索をします。はい、そうすると今度 Excel の履歴書っていうのはこう出てきますよという形ですね。はい。まあ、こういった形でですね、こういう特定のファイルを探したいときは、まずキーワードを入れて、まあ、スペース、ファイルタイプ、スペースで、まあ、PDF だったら PDF とか、で、Excel だったら XLS とか、あと、ワードなんかだと、まあ、DOC とかっていうふうに入れてもらえると、ワードのファイルが出てくると思いますんで、こういったね、検索の仕方もうまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。動画をここまでご覧いただきまして、ありがとうございました。で、この YouTube チャンネルでお届けしている動画とは別にですね、パソコン力劇的アップ動画講座 5days ということで、5日間の無料の動画講座というのを別途お届けをしています。で、この YouTube チャンネルの動画はね、たくさんありますんで、見ていただくことによって、まあ、いろんなソフトウェアのね、使い方とか、まあ、便利な活用方法っていうのは覚えていただくことができるとは思うんですけども、ただですね、そういう活用の前に、やはりそのパソコンの基礎力というのが非常に大事です。で、この基礎力がつくとですね、そのパソコンの活用の幅、あなたのパソコンの活用の幅というのは非常に大きく広がりますんでね、まあ、もしですね、あなたがパソコン基礎からしっかりとね、基礎力をつけていきたいということでしたら、この5日間動画講座ですね、これすべて無料で見ていただくことができますんで、この動画の下の説明欄にその申し込みのフォームの URL がありますんでね、ぜひそちらをねクリックしていただいて、動画の方を見ていただけるといいかなというふうに思います。じゃあそれではですね、次はこのパソコン力劇的アップ動画講座 5days の中であなたとお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。